響く、うん、ストップにした方が固まる、うん、あ、なるほど、はい、分かるんですけど、うんうん、こう弦のスピーカーのね、ケースからこう引っ張って、うん、ブランコを引っ張って、アームなんで、うん、引っ張って弦からいった方が、うん、鳴りが絶対的なのか、そうですか、はい、まあ、SD も変な板羽みたいなそれそれこういうやつでしょ、うん、あのファイヤーバードとかにもついてるけど当時のブレコっていいな、うん、めちゃくちゃいいよね、気がねえな、うん、ファイヤーバードさ、うん、そうチューニングチューニングペンが遠すぎて、うんチューニングがなかなか俺も今ゲームソング見たらあかんもん、うん、こっちとこっちにあるやつ弦張れへんわけわかんないそう巻きっこやったら逆になるよねもうここ3年で弦切れたら1回だないの弦が切れないなんで分かんない先輩っぽい優しい、ね、そう大体あんまり弾いてねえ当ててるつもりが当たってなかったそれはどんな秋山ですよ秋山帰ったら柔らかいよね、うん、綺麗まー、あ、ちゃんのベースルイズルイスかペナペナのピックなんだよへー本当に、うん、いや、レイパーかうん、アルマッケですよ、ねはあうん、そう、そんなことあるね、そんなことあるねだから、それで、アルミのシャープにリズムで、うん、もっとふわっとして、うん、カリッとしてない、うん、肩へピューカーだったらカリッとしてしまうね、フィルムの幅がもっと今日、たまたま、だから、北さんの曲やってる時にこれピック落としてたんですよ。ウェーブが出てくるね。そう。それで、なんか、あ、これですって拾ってくれたんで、人のピックだったんですけど、うん、それがペナペナで、でやったら音量小さくなるんだけど、音はいいなっていう。そう。あ、これもありだなっていう。これすごいし。この最近ですよ。うん。あの、ファインダー。